あ、なんか笑顔に。なんか血が今までと。目も光った。核に使え、試せ。はい、分かった。あ、なんだ。とにかくやってみる。なんか玉のところに謎のマークが、マークというか模様が追加された。これは、特異菌同士が更新に使っている化学物質オートインデューサーを強い干渉力で遮断すると、特異菌の働きは極端に鈍くなることが分かった。例えば特異菌の塊である菌核に対して化学物質の遮断を一定時間行うと、組織がボロボロと自壊していくのが確認できた。なるほど、特異菌同士の更新を遮断すると自壊すると。菌核は特異菌が新たな場合進出しようとする際、その足がかりとして形成される。強い干渉を受けるなどして菌核が危機にさらされた場合、その菌核の根付いた黒領域、黒領域も自壊していく。特異菌がその場を生息に不適格と判断するためであろう。うん、なるほどね。特異菌たちの繁殖の秘密、そしてそれを遮断する手段があると。じゃあその物質を今吸収したのか。セーブあったけど、とりあえずじゃあ試してみるか。一番おっとっとっとありました。核狙え。はい、一発ちょうどあるけれど。あ、違うのかこれ、もしかして近づいて、あれ、ああ、RB か。なんか、うん、あ、波動が出る手から波動が、おお、うん、やれた。そしてハンドガンが出た。手から謎の波動を出すことに成功した。おおこれがローズの力その1。まだクリスにもね、見せてない能力があるってね、本編の最後に言ってましたが、これはどうなんだ、こいつらには効くのか。ダメか、こっちはいけない。でもあれを壊せば、はあ、どれくらいの射程距離か分かんないけど、これくらいならいける。なるほど、結構これは便利ですね。まあそもそもこんな状況にならなきゃいいだけの話なんだけど。これなーに、お、ガンパウダーいいよ。割とパウダーやら薬液やらは取れてるから、調合すればなんとかなる。あっと、大丈夫、大丈夫これ意外とローズも高所大丈夫系女子だった。そこは父親の強さを受け継いだか。ここはどこだ。回り道はダメか、うん、これ掃除しないと。お掃除のタイム、あれか、上だった。せーい、隠れようと思うだよ。どうや、よし。いやでもこっから生まれたあいつらだってね、はっ、なんだ、誰のお声、なんだそこから来そう。いや、いけない。おい、来た。お前聞くだろ絶対。聞かないんかい。聞かないんですか。あ、まずいっす、まずいっす。ギャー、座れるやめて、座らないで、やめなさい、この変態め、許さない、変態の行動を許すわけにはいかない。よしまったくもう浄化するぞてめえいや、こいつらだってね、生まれてるんだから、こう遮断すればいけたりしませんか。ここにもいろいろあるけど、ここら辺にあったっけ。あった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 。ほらー、吹き飛べー。まあ吹き飛ぶというかね、静かに消えていく、そんな感じ。これなんだ、お、いいものか。お、ロングマガジン、いいね。で、じゃあ装着しておこうか、せっかくだし。ちょうど弾も少ないから、多分装着すると、うん、急に弾が増える。やった16発で、これ壊したいね壊せない、自分の右手の力で壊せないか。これ右下のなんかゲージなのかな、力が溜まってないと打てないとか。でも減ってる様子はあまりない。この間弾を打てないというだけか。はー、さあローズ様はこの世界でもかなり有能になっていくぞ。そう、でも力がね、制御できないのを制御させるように、はい、どこ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 させてる感じはするけど。誰の声、あそこやつ、いける、この距離さすがに遠いか。どこですか、えい、この距離ならいける。 OK、 ついでに一緒に死んでたりしない。ダメか、薬液、
誰の声だこれ。お前か。一瞬デュークかとも思ったが。ほいほいほい、まだか。お前固くない。よし、結構頭に当てたが4発以上かかった。右手アターク、ローゼの力を受けよう。はい、どっちどっち、そこか。いや2体以上いる、2体以上いるのはあまり良くない。まあでもここはあんまり相手にする必要ないよな。一旦引きつけてすり抜けていけばいいと思われます。どうでしょうか。こっちから来てる、もしかして来てますか。いや後ろに来てそう。あ、一体いるけど、一体はなんかうまく巻いた気がする。はい、出して、いやー走れなかった、やめて、すまないで。あー、さすがにそろそろ厳しい。女子の乙女のピチピチ肌も、回復がどれだって。アイテムスロットからか、使う。はい、かけてかけて。だが大丈夫、まだもう一個作れるから。ここは破壊できる、真下にもあったけど。あ、これは施錠、まあ、弾はね一応大事に。ボス戦も始まらんとも限らんからな。あ、でもさすがに何この数、ん、なんかいる、なんかおるぞと。まずいですね。あ、フラスクしかねえ。腹筋筋を強化するフラスク、強化フラスクね。出るしかないのこれ。この力でなんとかならんか。はい、銅の亀を入手。ああ、はい、分かってます。あのね、金を滅殺すればいいらしいけど、なんかいたよ。あの境界犬だった場合、ちょっとあまりローズの戦力ではよろしくないよ。はあ、さあ枯れなさい。これ取れた、オッケー、取れた。銅の仮面で調べられるけど、まあこれはめるだけだな。やっと取れたわ、うん、ようやく一つ。では戻ろう。でもこれラスボスデュークか。あ、なんか光が。お、いやー、休め、休ませてくれんの。浮かない顔、そりゃそうよ。当然だよ。こんなことになるなんて。ああ、なぜ帰らない。それは帰らないに決まってるでしょ。結晶が必要なの、うん、能力をなくしたい。これ使え。ありがとう。ああ、ここに来るたびに何かしらくれるんだマイケル。回復薬、素晴らしい、素晴らしいけど、でもマイケルも特にね、助けてはくれるけど、どうして助けてくれるかわからない。さて、あっち行けるね。で、じゃあちょっとはめてからセーブするかな。なんかすごいいっぱい調べれる。ここじゃなくて、違います、こっちの人ね。ここに銅の仮面がボン。おう、炎がついた。さあ、あと2つ。じゃあ一旦セーブをして、さて、でまあ能力を手に入れてるので、いろんなところに行き放題、行き放題というほどではないが、だいぶいける。こっちもいけるし、ちょっと最初ね逃げてた方向まだ取ってないのもあるんで、行ってみましょうか。よいしょ、こっちとかね、玄関はいけないけど。さあ、口ろ、ローズ様の若さに負けてショックを受けるがいい。さあ、ここ当然、あとここ安全、あ、安全地帯、薬液で疲れてるか。私は大丈夫、でもマイケルは、うん、マイケルも相当力を使ってるようには見える。今は力出ない。うん、文字がかすれてるのはそのせい。イエス、そう、これはあまり無理しないで、ね、うん、でも会うたびにアイテムはいっぱいくれる、ハンドガン。さあ、でもマイケルもだんだん力がなくなってきてるか。でもアンチではああいう風に語ってくるんだな。じゃあ、まあ、次はさっきメインホールで開けた扉の方に進めばいいかな。
うん、こっち行けないもんね、そもそも。じゃあこちら、まあ上もあるけど、あ、待って、ここ一応崩しとこう。何かの檻にね、通るかもしれないし。まあこれで2階とこちら両方行けるようになったと。はい。あ、デュークかっこ偽物かわからないが、それがどっちへ行ったからな。はい。いや、ここ安全でしょ。ここはでももともと商人デュークがいた部屋だったはず。どうだ、いるのか、いない。商人デュークはいない。ここは何も覚えていない。私が何者だったのか、どのように生きてきたのか、何もわからない。この仮面の下の顔が崩れているように、私の記憶も崩れ去ったというのか。ただ残るのは、誰かをいたぶり、みじめたらしい姿を見たいという渇きにも近い感情だけ。さて、次はどうするか。そろそろとっておきのやつを向かわせてもいい。顔がたくさんあっても、知能のないあいつのことだ。容赦なくウサギを追い詰めるだろう。これはあの、仮面デュークの日記か。なんかね、顔の下、仮面の下が崩れてるって書いてあるけど、仮面の下は他の、あの、崩れたローズたちと同じようになってるってことか。ハーブ。ここにいたデュークが、なんか取り込まれてね、なんかなってしまった。あ？いや、これもか。これも目になんかしないといけない。まさかデュークが取り込まれるとはな。そしてボスムーブをかましているとは。Eさんにはね、結構、相当協力的だったからね。いいやつだと思っていたんだが、まあいいやつだからこそ、使われているということか。何か力を、金婚にね、ああいうことをされるだけの力を持っていた。お、なんだ？手書きの地図。手書き？一体誰が、あ、キーの場所が示された。一つ目紋章の鍵を入手。うん。これが次の目的か。あ、でもここの部屋は、確か行き止まりだから、調べてもいいはず。あ、でも大体この、目のやつが必要になるんだな。狩る者は一列に並び、獲物を正面に見つめる。あ、これそういうことか。パズルか。はい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 。狩る者は正面に並び、獲物は一列に並ぶ。はいはい。わかりますよ。この肉食獣、草食獣、カエル、クモ、蝶と。うん。これらを、まあ、弱肉強食に順に並べようということだな。ちょっとやってみるか。あ、でもこれ、ここの絵がどっちにしろないから今、完成できないのか。うん。とりあえずね、草食獣、肉食獣と並べ、カエルと、ハテナ。で、多分、蝶とクモでいいと思いますが、とりあえず絵はどっかから持ってこないといけないようですね。はい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 。ん？何やってんだ、てめえ。女の子の体に顔突っ込んでんじゃねえ。そんなことは許されませんよ。はい。許されん。これがローズの制裁よ。大丈夫か？まったく。自分がね、自分がいろいろやられてるところを見せられてるようなもんだからな。これは？力では。いやー、これを辿っていけば。上だ。いや、ん？これか。出てきた。分かりづらいところに這い上がって。お、何か得体の知れない力を。あ、そっから声かけてきた。あ、なんかすごい出た。なんかすごいのが出た。なんかライオンっぽいのしなかった。お、なんか守ってくれるか。待って、何か今何か召喚された。待って、ダメだ、危ない。ここは、ああ、なるほど、鉄格子を召喚したか。さすがです。これは化け物に追われてここに逃げてきた。どこなの？一つ目紋章の鍵はこの近くの部屋にあるはずなのに。あれ、誰かが最初にここに来て探している。そのメモがある。あ、ん、なんだ、力弱い、出るな。はい。ここは、ああ、段の6ね、ちゃんと示してくれたわ。わかりました。開けてくれた、なんて親切。この絵は使えない。こちらは、はい、薬液。薬液めちゃくちゃくれる。でもまだ使うにはいけてない。そこは、あ、フラスク。こっち、うん。また新しいパワーを。得意型のフラスクに。一つだけじゃないんだ。RW。手に入れるほど、あ、強くなる。なんか、金がなんか増えてないか。右下の。球菌がね、球菌がなんか、
そして弾をめちゃくちゃ補充させられる。ゲ来てるか、敵使え。はい、え RB、 あこれ止めれる。おお素晴らしい。やった、相手を拘束することができるようになった。バインドを覚えた。ローズがだんだん、いやでもこれなんかね、生物兵器に近づけさせられてないか、そこは不安。あでもこれか、回復するまで時間かかるのは。うん、右下に今1個減ったから、あれがチャージされるまでは再度使えないということが、今あと2回は使えるということっぽいですが、さあこれも使える。それはあ、なんか白ハーブ、ホワイトセージ、ショー、これはなんだ、ちょっと待って、開けないでまだ。これは得意金の力が少し回復する。ああこれで回復させないとさっきのは使えないのか、注意していけ。結局引くことはなった。白ハーブ、さあ来い。雑魚に、いやいるね、使う、いや使わなくても撃っちゃ勝てるから、勝てる勝てる勝てます、よいしょ、勝てます。あれ硬い、こいつは止めるか。はい、で頭をポチョンポチョン打っていればさあだばよ。来てないよ、あ来てる来てる、待て、よしギリギリで止めてやったぜ。ざまねえな、なんかまだ来てない、来てる。お前は死んでなかったからやめろ、押すな。エブリン、若い力を住んでない、エブリンじゃない、ごめんエブリンって言っちゃった、エブリンって言われるの嫌いだったね、エブリンは良くない。はい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 、まだ死なないよ。結局弾を結構使うことになる。あーまだいる、あーもう使えないんだって、その力でも4発しかないからちょっと厳しい。一旦行きます、一旦行きまして、ドミトリスクさんは、あ弾ある、やった、ここは入ってくるのか、綺麗な部屋には入ってこないと思って、入ってきたわあの人、変態、女の子の部屋に入るんじゃありません。よいしょよいしょ、はいはい、あはい、まったくもう。で、あーあるじゃん鍵、一定以上のオートインデューサーへの干渉を行うと、自律行動をするような活動的な個体であっても動きが極度に鈍くなることが分かった、うん、それがさっきのバインドの正体ね。ただし一時遮断態度では腰までは至らない。また直接干渉していない個体にも特異菌の更新により干渉が伝染するが、干渉範囲については限られている。あ、複数を一気に止めることも可能なのか、なるほどね。じゃあ近くにまとまっていたら一発打てばいいか。で、ハーブ使ってみる、これ生で、いや待てよ、でも回復薬、うん調合はできないから生で食うしかないな。じゃあちょっと食ってみます、使う、あ1個で2つ回復ね、それは大事。よいしょ、では鍵を手に入れたから、あっといますね、これこちらいるわ、待ちな坊や。ちょっと弾がないんで一旦これで任せてもらうぞ。よし、奥の部屋に閉じ込めてきてやりましたよ。何あんた新しいのが生えてやがるだと、ここからだと距離がない、ギリギリの距離じゃないと。よいしょ、後ろから来られてはまずいの でここは絵がないとダメだったから、待って、絵がなくてもなんか開けるとこなくて、ここら辺とかね、怪しかったけどまだまだ出す、まだ出す、そういえば反対側行ってなかったな、こちら側ね、結構まだ行けるところは多そうだけど。さあローズ通ります、ここは何、あれ、ああなるほど、アトリー側、うん書斎側に戻ったか、そこは最初にここ来たんだもんな、なるほどなるほど。でもまだここにアイテムがあるぜ、さあ弾をくれ、弾を、よし、まあ調合はできるんだが、ギリギリまで引っ張りますよ私は。さてあとは鍵のあるとかどうだったかな、
と使徒たちの像、食堂か、食堂にあるね。なのでまず食堂行くか。分かってるとこから行こう。食堂はこちら。てかデュークくん、これにはでかい椅子で座ってたけど、あれどこやったんだ。あ、また反応してくれるか。気をつけろ。はい、マイケルと会話できるよ。何に気をつけろって？そうは言ってもあんなのがうろうろしてるんじゃ気をつけようもないよ。逃げろそうだね、全部とは戦えないし。ああ、それだけの物資はマイケルの力をもってしても出せない。で、ここに鍵。はい、あーなるほど、一つ目は一つ目しか開けられないのか。これ三つ目だもんね。てかよく見たらショットガンじゃねえかマイケルの力関係なく武器が手に入れられる。ハンドガンだけじゃなくてショットガンも手に入れられるの。でここも三つ目で、あ、一つ目はあれか、庭の方か。いやでも庭ってなんか言ったじゃん。走るしかないな、ダッシュ。あ、待って、これいける、これ壊せる。ハーブ取ってさらにこれも破壊できるか。よし、でハンドガン一応こっちを見とくか。何かあったらことですからね。何もなし。一応なんかこう全方位いけるようにしておいた方が走り回るにしても有利。よし、でこの、あ、ここの左がね、ここ3つ目だからまだで、1つ目に行くしかない。これはなんか落ちてる。よいしょよいしょ、銀の仮面だ。これはどこだ。はい、1つ目の扉、地下奥。はーい、もう丁寧に裏に書いてあった。じゃあここは開くんだな。はい、あっちゃん、よし、目がファックリ。おーい、あ、ここまで来ると敵視の悪いウサギですね。ウサちゃんは意外と強いんやぞ。この先の仮面を手に入れるほど優秀ではなかったようですが。ああ、このなるほど、このローズも仮面を求めてうろついてたのか。あ、じゃあさっきのメモとかは自分というかね、他の黒ローズたちの、う、すごいぐるぐるしてる。これ何の、うん、絶対やばい、いるぞ、あそこにすごいのがいそう。大丈夫か。あまたの黒ローズたちの犠牲の上に成り立っている。これなんだ、ハーブじゃない紫ハーブとかじゃないの。そんな特殊ハーブはないということらしいが、どこよ。マジで最低。最低。この辺はドミトレスクさんの部屋があったりしたけど、ここは鍵。あ、白ハーブ、ホワイトセージね。まあ普通に、ああ普通の人。うん、バインドはまあ一匹ならまだつかなくていい。ちょ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 、はいはい、あー、くそ、しまったーってつわないで、あ、反撃できる。あー、なるほど、緊急回避用としても使えるのか。なるほど、そういう使い方もできるのね。でも使ってしまった。あ、お風呂かな。うん、ドミトリスクサイズのお風呂。でも周りも、あ、押せたけど、なんだ、押しちゃった何かヒントがありそうだけど、これか。矢でいる直前に沈めた、沈めたのはつった後だった、刺したのは最初でも最後でもなかった。はい、まあ、この順番に押せということですね。やるしかあるまい。てかこの像もよく見たら黒宮の上半身だな。こんなことに使われちまってよ。さあでもこれで正解のはずやけど、開いたか。開いたね。こっから地下に行けるが、その前にまだ一応奥があるからアイテムが取れたりするかな。ドミトレスク製の何かが、薬液はある。こちらは向こう側からか。まあ沐浴場
行くしかないようですね。さて次はどちら様？まあでももう銀の画面までもう少し、この奥というところだからね。あーどうもこのね落下はヒュッてなっちゃうからね、恐ろしいことですよ。でまあこっちに行くしかない。あまり敵は出ないでくれよ。あ、またメモが。あ、腕だけ。いや、死に腕だけじゃなかった。一番奥の小部屋、銀の仮面やっと見つけたのに、この子はここで会うとか。今までいろんなローズのね、死年体が挑戦して、おっと、大丈夫これ。すごいのがいそう。反対側に。え？あ、お前か、お前か。すごいところにいた。え、なんか、バレてない？バレてなくない？あー、バレちゃった、バレちゃった。いや、でも、大丈夫。せっかく止めたから撃てばよかった。こんなの倒せるわけない。あー、じゃあやめた方がいい、やっぱり。やめた方が良さそうですね。バインドして、これさっさとやればよかった。よいしょ。はい、一旦逃げて、危ない、危ない、危ない。今当たりそうだった。これもやっとく。あ、でもアイテムだからな。まあいいか、今は、ちょっと、こいつを、一旦巻いてから。大丈夫、よし。わっせ、わっせ。思わずバインドを使ってしまった。てか、当たっちゃったのは、良くなかった。大丈夫ですか？大丈夫ですか？回ってこないで。これ、背後の、あの、ハンマーマンは来るのか？あいつも一応、あはぁ。これだけ、これだけ。これだけかまして。なに？なんだ、なんだ、なんだ、あ、やべえ、これ死ぬかもしれない。いやー、すまないでー。やめてー、すまないでー。アイテムスロットを開かないと回復できないんです、この子は。よしよしよし。てか、後ろからハンマーマンも来てる。ハンマーマン来てるので、一旦じゃああいつらこっちに呼ぶか。なんかパイプ手榴弾手に入れた。手榴弾、おお、早い早い、ちょっとお前早いのかよ。足早めの人、うわ、確かに当たるし。当たっとらんかったよ、今。足早めのおじさんだった。くそ。で、お前もそこそこだな。これで大丈夫はず。これで一旦逃げ切る。で、パイプ手榴弾何ってなんだ、増えてるな、いつの間にか。で、これをちょっと枯らして、枯らして、来てる来てる来てる。どっちどっち、こっち行ける。よし、行けるね。あいつらしゃがむ地のはないはず。よいしょ。で、これアイテムは大事。しゃがんで来られたらもうそれは相手の方が上手ということで諦めるしかないが、大丈夫ね。あ、あるじゃん。取れないとか言ってたけど全然余裕で取れますよ。これが2つ目の、2つ目ゲッチュ。穴は2つ沈む。お、取ってはいけないものを。おお、ここから出るんかい。待て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 、罰は与えられたくない。いや、ここも生まれる、いっぱい生まれる、たくさん生まれる。逃げろ逃げろ、これ逃げりゃいいでしょう。あ、まずいか、これまずいか。後ろも甘い切れるよ。ローズ、もう少し全力ダッシュできない。大丈夫だな。はいはいはい、どんどん来るどんどん来る。あれでもこっち合ってるか、戻れるっけ。こう戻れ戻れ、うおー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 、どうすればギャー。やめて、痛いけな女の子を殴らないで。かわしますかわします。こいつのアホだから目の前通ってちょっと動揺しちゃってるから。はいはいはい、どいてどいて。あれ、ここ違う、大丈夫。大丈夫だな、うん、元の場所だよね。よし、よかった。ここ結構高かったぞ、飛び降りてきたくらいだからな。いやー、まったく、あんなハンマーおじさん抱かなくても。うん、思わずため息出ちゃう、ため息出ちゃうけど。あー、大丈夫かこれ。あれ、仮面はって聞かれてる。ザマスク、え、落としたもしかして。大丈夫だよ。手に入れたよ、なんとかね。やばそうなやつもいて、トゲトゲハンマーおじさんがいた。そうする、あんなの倒せっこないよ、あいつは倒せないな。
お、何を使える？何だって使わないとね。ああ、白ハーブと玉、今度は2つくれた。おい、あ、ダイ。あ、マックスまで回復できるのか、ダイは。でも、ショーが2つ回復できるからな。ダイは何か、もっとあるのかな。まあ、パッと見ね、3個以上にもなりそうですし。というところで、まあでもタイプライターを見つけたので、今回は一旦ここまでにしましょうかね。ローズはね、力をなくすことに成功するのか、それともね、力を高めてしまって、よりね、やばい存在になってしまうのか、見守っていきたいと思います。では、今回はここまでで。ご視聴ありがとうございました。